さあ今回のこんなところで競輪買ってみた、はい、この那須動物王国からお送りしてるんですが、はい、林さん、はい、これまた後ろ新しい施設なんですよね。はい、こちらが熱帯の森といいまして、はい、今年で20周年なんです。それの、企画の第1弾として、はい、新しい施設熱帯の森ができました。はい、はい、じゃあ中暖かい感じになってるんですか。そうですね、はい、熱帯のね、はい、動物たちがいるというちょっと入ってみましょうか。じゃあもう競輪も熱く見られるってことですね。はい、そうですね、はい、せっかくなんで行ってみましょう。さあいよいよこれ7レース、はいね、見えてます。7レースでございます、はい、先ほどオリビアちゃんに言っていただいた6番を結構絡めながら、はい、先生、はい、やはり1番7番人気ということで、そうですね、1番7番とあと、3着にはこの2番3番もあると、はい、いうことで、はい、買ってみましたけれども、いよいよ、はい、林さんも緑のポロシャツですから、はい、6番を入れてみましたよ、ね、はい、ちょっとごめんなさい、普通に後ろにいろいろいるの知ってました。そうなんですよ、鳥がこのエリアすごいですね。自由に動いてますね。柵がないのがまず第一、まあ、一つ目ですよね。ちょっと今持ってきてくれましたよ。あ、それ生きてるやつ。はい、これ なんていう。サイハクオウムっていうオウム。オウム、すごいわ。あ、今日は今これ広島でやってるやつなんですけど、うん、1番を結構買ってるんで、ちょうどオウムもいるんで、白い人応援してください。で、あとトレーナー方と同じオレンジ。あ、そうですね、はい、オレンジの7番。そう、白とオレンジで、それから緑。緑、緑。完璧じゃないですか、林さん入れると入れば間違いないですよね、はい、当たりです、ね、5回走って4回決勝進出という相性のいいバンク、地元の意地も感じられる数字です、ね、そして真後ろにいますね、怠け者。怠け者越しの異色で走ってる人だ、ね、この絵はなかなかないですよ。さあ、1番が上がってきました。上がってきました。前々回の決勝に乗っている、はい、さあどうでしょうか。ここからどうなるでしょうか。はい、ほら一目来ます。6番ついててますよ。3番がちょっと内側であ競ってますけどもね。どうでしょうか。入れて入って、このままこのまま抜け切るか。抜け切った、抜け切った。あ、16だ。あ、でも16なになった。大丈夫です。16なの並び。ちょっと林さんが初めてやるのにすげえ興奮してる。面白いでしょ、面白いでしょ。あ、ここで7番が、あ、7番来てる。え、1番垂れるなよ。大丈夫でしょ。あ、大丈夫です。16にでもいいよ、16にでも。16だ、16。わ、すげえ、マジで、すげえ、マジで。167やった。167でしたね。1000円とか。いいやつだ。ええやつ、いいやつ。すごい。ってことは鳥2羽のおかげよ、うん、この子と、はい、さっきのオリビアちゃんの6のおかげ、この2つですごいね。しかもこのツーショット見てください。1、6、7。いや、これ素晴らしい。競輪やるのは那須動物王国でやるのが一番本当ですね。ちょっと怠け者にちょっと一言いただいていいですか。怠け者さん、なんか今おかげさんで当たったんですけども、競輪いかがでした。ありがとうございます、はい、ね、6が2着っていうのが ねやっぱオリビアすごいですね。オリビアのおかげですよ、ね、オリビア。ほら、あれオリビア掴んだ瞬間にないよ、僕も最初ないよと思ったんですよ、ね、だって2着ですからね。自分だったら、僕の予想だったら176ですよね、うん、オリビアの力すごいですわ。しょうがなく176を買ってあげようかぐらいでしょうね、はいはい、それが167ですもんね。オリビアすげー。おお、1300円ついたんですから、うん、1万3000円に、はい、素晴らしい、素晴らしい。正直言っていいですか、うん、はい、もっとついてると思った。僕も20万円ついてほしかったですね。ついてると思った。6、2着にしたら、ね、まあでも十分、はい、すごい。わ、すげえ喜んでる、喜んでる。わ、頭、すごい、すごい、すごい。